前回の座談会で私たちが対戦した相手がいるというふうに皆さんにお伝えしました。その相手は高橋のないと夏木太陽です。なぜなら、あの二人が今はもうバラバラにユニットを組んでいるからです。今この状況では正直難しい。なので強行手段に行きます。パッションレッド対マッスルヴィーナスをアイスリボンのコラケンホールで試合はしたいんだけども、はい、タックってなるとやっぱり自分は今ヨシコっていうタックパートナーがいてチャンピオンでもあるし、スターダムの夏希さん、七重さんではなくてパッションレッドの夏希さんと七重さんと自分たちは戦いたいと思ってます。はい、すごくこちらの事情を無視したわがままなことを言ってるっていうのは分かるんですけれども、自分たちはそのやっぱりアイスリボン2年前に一緒にやらせていただいていて、2年間、はい、もう本当に後ろを見ないで突っ走ってきてちょっとしんどいなって思ったこともあったんですけど、夏希さん続けてれば道はつながるって言ったじゃないですか。でも全然つながらなくて、だったら自分で作らなきゃなと思って今回すいません来てしまいました。はい、言ったのは覚えてますと、はい、いやそれが今なんですかね。今なの？今なのか？今だ。よしやろう。やろう。やっぱ目を見たら目を見たら逃げられないなと思いました。そうだな。大晦日後楽園大会でマッスルヴィーナス対パッションレッド決定です。お願いします。ありがとうございます。